こんにちは、仏壇ごと .com の高安です。この沖縄仏壇ごと .com とは、沖縄の仏壇の考え方、ひぬかん、また行事ごとのやり方などを明日から使えるように分かりやすく解説しています。やらなきゃいけないという時、すぐに見返せるように、ぜひチャンネル登録をお願いします。今日も最後まで見ていただけると嬉しいです。さて、今日は誰か家族とかが亡くなって、初七日から四十九日、百箇日法要までの、やり方とか、準備するものとかっていうのをお話ししたいと思います。基本的にはやり方はほぼ一緒です。で、初七日があって、二なんかがあって、二なんかがあって、四湯なんかですね。5、6、7ってあって、それぞれなんかがありますよね。なんか。で、100日やりますね。で、初なのか、3、2なんか、1なんか、7なんかっていうのが、これが四十九日ですね。四十九日に当たりますね。と、100日っていうのは、重箱を竹雲用意します。この時は、お客さんが来る、ここは、お客さんが来ることが多い。で、ここは、小さめの、法事って言ったらいいかな。っていうイメージです。で、まずはこの お客さん来ることが多い1、2、3、4、5。この5つの時のものっていうのは、こっちに仏壇。まあね、仏壇じゃない場合は四十九日に仏壇になるので、ここに、まあ、位牌があって、で、祭壇がありますよね。で、ここに対して、この大きめの時っていうのは、まあ、重箱。重箱、竹雲っていうのはおかず2つ、餅2つです。で、この重箱は法事の重箱です。で、お菓子、ついだね。2つ、ついってことね。1ついってことね。で、お菓子2つ、果物、二つ、これ一対ね。で、ダーグ、七個を二つ。で、ハーガー、丸いものとか、ドーナツ型してるものとか、お月様の三日月型とかいろいろありますけど、ハーガーが、七個のを二つ。っていう感じ。これぐらいですね、用意するのはね。で、まず、本来は朝、初なのか、みなんかも、ふたなんかも、ゆなんかも、むなんかもですけど、この法事の時には、朝、本当は、お墓に行かないといけないです。墓に行く。で、今日法事やりますよ、っていう報告をします。ただ、お家、仏壇があるところ、位牌があるところと、お墓が離れてるところっていうのは、墓に朝行くっていうのが物理的に難しい場合、まあ離島にある場合とかっていうのもあると思うので、お墓に行くっていうのが難しいと思うので、その時には、ひぬかんから通します。こういう理由で行けないんだけれども、今日は、例えば身なんかですよとかっていう報告を墓に行く。それができない場合は、ひぬかんから通すってことですね。ひぬかんから通す。で、重箱の準備ができたら、お客さんが来る前がいいと思います。位牌仏壇に、この、重箱を備えして、お菓子を備えして、で、お菓子とかはもう、お菓子屋さんに、この、初七日とかの法事のお菓子って言ったら準備してくれるので、それをお菓子、果物、これ順番どこでもいいです。果物あっち側でもいいし、どっちでもいいんですけど、これやって、ハーガーとかダーグとかっていうのをこんな感じで並べて、で、心配な人は、例えばこういう法事屋さんで並べてくれるところっていうのもあるんですね。
うちはいつも稲瀬天霊さんにお願いしてるんですけど、稲瀬さんにお願いすると、ごめんなさい、並べ方とかわからないから教えてもらえますかって言ったらちゃんと並べてくれるので、一回これを利用すると次からは自分でっていう風にできると思います。で、ずっとお願いしてもいいと思います。で、稲瀬さんの場合はこれ全部セットになってるので、3万いかないぐらいの料金であったので、私はもう、おばの時は忙しかったので、毎週お願いしてました。で、246のこの小さめの法事の時は、重箱が、型 CD です。型 C。ついやりたかったらついでも OK なんですけど、基本、最低限型 C をやってください。これはおかず、一つ、餅、一つですね。で、お菓子が一個で、果物が一個で、ダーグハが、で、やります。で、この時にも、246の時にもお客さん来るかもしれないので、一応、香典返しとか用意しておいてくださいね。で、うちはもう、まとめて初7日の時に、お米券を買っておいて、ずっと100日まで使いました。で、お客さん来る前に、位牌にこうやってお供えをして、で、まず、線香を12本立てます。で、今日は、例えば初7日ですよとか、みなんかですよって、お坊さん呼んでやる場合はお坊さん呼んでやってください。私たちはお坊さん呼ばなかったので、そのまま線香12本で、今日は、例えばみなんかですよ、何月何日、旧暦何月何日で、誰々のみなんかですって言って、重箱とかお菓子とか果物全部用意しましたので、お供えしましたって言って、この上には、内壁置きますね。内壁。内壁を上に置く。それぞれの上にだね。で、線香12本立てて、こんなこんなでって言って、で、あとは1人3本の線香を立てる。で、これ、こっちにいる人だけでもいいんですけど、例えば、うちの娘とか別で住んでるので、その日仕事で来れないとか、そういう場合っていうのはもう代表して私が代わりに立てようねって、これ誰の分、これ誰の分って言って立てることもあります。で、あとは県外にいるけど、心はこっちにあるんだけれども来れないとかっていう人のものを代表して立てることっていうのもあるんですけど、この一人三本の線香とセットになってるのが、一組の内壁。で、最後にこの内壁、ここにお供え。して、線香を立てながらこうやってお供えしていくんですけど、お供えして、最後にこの内壁を焼きます。最後に内壁焼く。で、これお供えするじゃないですか。で、こんなこんなでって言って全部の線香を立てて、全部の線香がなくなったら、おかずと餅はお下げして大丈夫です。一応お菓子、果物とかも、下げても大丈夫です。一度お供えしてるので。で、本来は、法事の時って、このおかずと餅をお客さんに出すっていうのが本来の意味なんですね。要はこれがウサンデーになってますよね。ウサンデーを、ごちそうする。これで振る舞うっていう意味があるんですけど、最近いろんな情報がねじ曲がってしまっていて、このウサンデーしたのとは別に檻を用意してるところが多いんですね。で、この檻っていうのは、要はここにお供えしていないものなので、ただのご馳走になるじゃないですか。で、みんな言ってるのが、この重箱が余ると。で、家族で食べるにも少ない余るって言って、言うんですけど、これを、このおかず餅二つっていうのを、パックに入れて、自分たちで入れて、これで檻を作るんですよ。で、私たちはこのおばあさんの時には、おかず二つと餅二つって言って、このお膳に、この作ったおかず並べて、餅、袋に一個ずつ入れた餅置いて、お茶置いて、こっちに、おつゆ。で、おつゆもすまし汁。で、わかめとかが入っている、だしも入っている、お湯で溶かすだけの、汁物ってあるじゃないですか。ああいうのでもいいです。おつゆ、ただ水に入れて、鍋に10杯分ぐらい入れて、お水入れて、沸騰させて、おつゆっていうのでいいと思うので、これで、お盆に入れて出してました。で、この、
おかずの下にはビニール袋畳んで置いといて、持って帰るときはこのビニール袋にこのおかず入れて、あの新しいお箸、もし手つけてるんだったら新しいお箸を入れて、お餅も入れて持って帰ってもらうっていう風にやるとほぼ余らなかったです。だからといってお客さんがすごく多かったかって言ったらすごく多くはありませんでした。おばももうね80超えてるので、親戚ぐらいしか、これもお友達って言ってもみんなあまり元気じゃない方が多いのと、まあ、あのもうここ何年かお友達と会うっていうこともしてなかったので、なのでこのうさんでを持たせれば OK です。で、皆さん帰ってだいたい夜の9時ぐらいまでお客さんって来ますね。あのだいたいで夜の9時になったら私たちは全部、片付けて、このダーグとかも全部片付けて、あのいつものようにしてましたけど、この内カビ燃やすタイミングっていうのはもううさんで、あのお下げしますって言って、うさんでサビラーって言って お供え物を下ろしたタイミングで内カビ焼いても OK です。なのであの必ずみんなが帰ってから焼くではなくても OK なので、あのそれでやってください。で、これでも同じ感じ、百花日法要まで。私もこの間百花日法要やりましたけど、だん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 、あの、上手になってきますね、いろんなことが。で、これ、最近、繰り上げ法要をやる方がいらっしゃるんですけど、あの、これ、繰り上げ法要はダメよっていう動画をこっちに前に書い、あの、やったことがあるので、こっちに出しておきますけど、あの、繰り上げ法要っていうのは何かって言ったら、生きてる人たちが、繰り上げしてるだけで、あの世では繰り上げにはなってないんですね。なので、あの世では、初なのか終わったら、蓋なんかやって、胃なんかやって、湯なんかってどんどんやっていくじゃないですか。で、ここって裁判が行われているんですね。この亡くなった人の。で、初なのかでは誰々の裁判があって、じゃああなたは生きてる間に嘘をつきましたかとか、こういうのの裁判がやっていって、この裁判の時に、生きてる人間がこういうご馳走をお供えしたりとか、手を合わせたりとか、線香、あの、手合わせに来たりとかってすることで、あ、この亡くなった何々さんは、あの、この人たちが供養してくれるってことは、いい人だったのかもねって言って、要は、評価が上がるって言ったらいいのかな？この評価が上がるもの、プラス、この人の、徳を積むってことにもなるので、この書なのか、蓋なんか、身なんか、湯なんか、いつなんか、無なんか、四十九日、七なんか、どう四十九日、百花日。百花日は、ここまでにできなかった供養を、これは、仏教用語では追善供養って言うんですけど、追ってやる供養。ここまででできなかったことを、ここで補うっていうか、イメージですね。補うっていう供養です。で、これをやるっていうのが、道理なので、生きてる人の現代は平成から令和になったり、昭和からね、平成になったりとかってしていても、あの世の道理は変わらないので、繰り上げ法要をやることによって、あの世のこの亡くなった人の立場がどんどん悪くなっていく、供養されていないっていうイメージで私は受け取ってます。いろんな人の話を聞いても、やっぱり、繰り上げ法要はあんまり良くないよっていう人が、多いんだけど、やっぱり周りが繰り上げ法要やれって言うからやらなきゃいけなくなってやったっていう人もいるんですけど、うちはもうおばの時は繰り上げ法要は全くしませんでした。で、この間百花日終わって次来るのが26日があって、旧盆があって、で一年期があるっていう順番になりますね。なので供養は、自分たちでしかできないっていう風に考えていいと思います。極論なんですけどね。で、この子孫たち親戚たちっていうのが線香を1回あげることで、この亡くなった人っていうのの評価じゃないけど、この評価も上がるし、供養も進むっていうイメージかな。なのでこのなんかなんかの時にはなるべく線香は絶やさないようにやります。夜9時ぐらいまでですね。で、もちろん留守の時っていうのもあると思うので、一人で見てるとかっていう人はもうずっとお家にいるっていうのはできないと思うので、その場合はもう線香ちゃんと消して対応してください。で、こんな感じで初7日から49日、百花日法要っていうのはやっていきます。
で、ざざざっと説明したので、すごい細かいことっていうのが抜けてるかもしれないので、もし他に聞きたいこととかあれば、コメント欄にコメントいただければ、随時、それに対しての動画を作ったり、コメントをしていったりっていう風にしますので、よろしくお願いします。ということで、今日はここまでです。今日も良い一日をお過ごしください。最後まで見ていただき、ありがとうございました。